藤さんが飛んできた。あーちょっと待って、どこへ連れてく、どこへ連れてく、引きずっている引きずっている、スタジオの外へ運んでいった。どうしたらいいの、どうしよう、どうしよう、イライラしてるときは、イライラしてるときは許してにゃ。加藤さん蹴られちゃいました。でもすごいももちなんか好きな女の子をいじめたくなっちゃう心理っていう感じで、すごい愛を感じて、まあまた蹴ってほしいなと思います。かゆーびーこすごいこゆでーびーが聞けなかった。